中年オタッキーです。ね、今日はね、以前、紹介させていただいたですね、ジャンク品、カメラの北村でジャンク品でですね、本体が500円でレンズが1本200円で4本買ってきたのかな。このキャノンの昔のフラッグシップカメラ、フィルムカメラになりますけど、キャノン F1 で、写真を撮ってまいりました。で、実はちょっとトラブルが出ましてですね、高速がシャッター側で、シャッター幕がちゃんと開いてないというトラブルが出ました。出てましたね、正確には。でね、この底板をね、これ簡単に開けるんですよ。開けてネジを3本緩めて、そうするとあのシャッターのテンション調整がちょっと出てきますんで、まあ多少分解しなきゃいけないですけど、分解してですね、シャッターの幕が2枚あって、1枚目が走って2枚目が走る、1枚目が走って2枚目が走るっていう風に 写真を撮ってるんですよ。で、その1枚目の速度を上げてやる、テンションを調整して引っ張るんですね、を上げてやることによってトラブルが解消してます。で、写真を撮ってまいりました。まずは1枚目、見ていただきましょうか。1枚目はね、あの夕暮れ時の、これ湾岸長島っていうパーキングで、鳥さんがね、なんかたくさん木に戻ってきて、そろそろお休みするよっていうところの写真を撮ったんですけども、レンズはね、FD200mm、F4SC、スペクトラコーティングってやつですね。で、実はこのレンズだけちょっと曇りが出てます。で、分解してね、レンズを磨いても曇りが完全に取れないんですけども、まあ前玉から 2枚目のレンズがちょっと曇ってたんですけど、撮影してもそこまでは影響出てないように感じましたので使ってます。実際にはまああまり影響出てないように見えます。ただもうちょっと長さが欲しかったかなっていう写真ですね。まあ、近寄ればよかったんですけど、近寄ったら撮り手逃げますんで、まあ、撮りは難しいですね、やっぱりね。じゃあ、まあ、次2枚目いきましょうか。2枚目はね、東名高速の足高のパーキング下り線の、これお店の裏側にね、ちょっとアジサイが咲いてましたんで撮ってみました。レンズは、今ちょうどついてるね、 50mmF1.4、で、絞りはあの開放まで行くとちょっと甘いかなと思って、2.8 まで絞ってます。ちょっと風が強くてなかなかね、難しい撮影だったんですけど、ちょっと露出がアンダーだったかなって思いますけども、まあまあ綺麗に撮れてますね。ボケもしっかり出てますし、このレンズの味は出てると思います。合格点なのかなと思いますね。絞りもちゃんと動いてますし、これ200円だったんでね、200円のレンズ、まあさっきの 200mmF4 も200円だったんですけど、まあ、この組み合わせで撮った写真としては上出来だと思います。はい、じゃあ次3枚目いってみますか。3枚目はね、四国フェリーっていうフェリーに夕方に乗船して高松港にちょうど入ってきた時のに撮った写真です。夕日が沈むところで、これ防波堤っていうのかな、あの灯台に続く道にちょうど人がね何人かいて、佇んでいましたんで、あの写真を撮ってみたんですけども、ちょっとね逆光気味の写真になりますけども、まあフレアも何も出てなくて、良好な写真だと思います。解像度もねすごくいいと思いますね。これ F8 ぐらいまで確か絞ったと思うんですね。 F8 ぐらいまで絞るとね、これね、この FD1.4 ものすごくねシャープな写真が撮れるんですよね。なんかYouTube で外人さんがスーパーシャープとか言ってる動画もありましたけど、結構ねいい写真が撮れますこのレンズ。でね、実はねモノクロでもねちょっと写真撮ってきました。クラシックカメラといえばモノクロだろうっていうね、実はね、まあ
この FD ぐらいからはいいんですけど、これより古いレンズになってくると、クラシックカメラの場合はそのカラーを前提に設計されてないので、ちょっと色がね、この間タダでもらってきて壊れたやつが偶然治ったっていうカメラで写真を撮ったやつ、ちょっと黄色みがかった色になってたと思うんですけど、実は俺あの色が見えないんではっきり分かってないんですけど、まあその写真でも分かるようにね、ちょっと古いレンズでは色がおかしく映ることがありますが、まあ、このぐらいのモデルでは大丈夫なんですけどね、まあ、今回はねモノクロでもちょっと写真撮ってきたんで、モノクロ写真かなり楽しいんでね、ちょっと紹介いたします。ではちょっと見てもらいましょうか。どうでしたでしょうか。ね、モノクロの写真はね、主にこの FD24mmF2.8SSC で撮ってます。このレンズ実はちょっとだけね、前玉に傷があるんですよ。まあ200円だったからね、全然気にはしてないんですけど、でその傷が、前玉に傷がある、24mmF2.8SSC で撮った写真ですけども、特にね前玉の傷の影響なども感じられずにシャープな写真になってます。まあ風景写真はね、やっぱシャープさが命なんで、絞りをね8ぐらいまで絞ってシャッター速度を落としてしっかり構えて撮るっていう、まあ、撮り方にはなってきますね。俺バカの一つ覚えなんで、だいたい F8 ぐらいで撮るんですけどね。まあ1枚だけね、一番最後のやつだけ F11 で撮ってますけど、ちょっとねスキャナーのね解像度を調整しようと思ったら、その日ちょっとなんかスキャナーの機嫌が悪かったんで、解像度が上げれなくって、ちょっと甘い写真に見えてますけど、実はね解像度を落として取り込んであります。このようにねモノクロ写真ね、普通にね撮ったら間抜けな写真になっても、モノクロではね非常に味のある写真になります。でね、ちょっとね現像代が最近上がってきてますし、フィルムもねもうそろそろ富士山が製造中止にするのかなっていう、流れになってきてます。でまあそんなわけでね、実はフィルムの現像タンクと現像液も買いました。もう結構モノクロ写真好きなんでね、でまあデジタルで撮りゃいいじゃんかっていう人も多いんですけど、モノクロは実はねカラー以上にプリントが難しいです。だからデジタルで撮った場合だと、お店に出してもね、そのモノクロプリントっていうのはねプロ的にやってくれるとこが少ないと思いますよ。で実はね引き伸ばし機は持ってたんですけど、もう薬品もねもう銀河紙も全部買ってモノクロプリントを始めようと思ってるんです。もうモノクロがね綺麗に出力できるプリンターとか言ったらアホみたいに高いし、でそれでもねちょっと黒が甘いよっていう人が多いんで、俺黒白ビシッとした校長って言われる写真がモノクロでは好きなんで、ちょっとモノクロもプリントしてみようかなと思ってます。以上になります。まあ、今日撮った写真をご覧いただいてですね、まあ、映像のシャープさとか色合いとかね、良くないって思いましたかね。これデジタルカメラいるのかなっていう、で、まあ、今回撮った写真を見ていただくと、そのデジタルでその15万も20万も出してデジタルカメラ買い直して撮るよりも、フィルムでいっぱい写真撮ってね現像した方が結果的に安いのじゃないかなっていう気もします。これ、まあ、ハードオフとかでは最近ねマニュアルフォーカスの一眼レフカメラがなんか値段が上がってきてるらしいんですけど、まあオートフォーカスの EOS とかだったらむちゃくちゃ安い値段で売ってますんで、もしオートフォーカスのEOS のデジタルカメラとかを持っている人もちょっとフィルムカメラ始めてみるのも面白いんではないかと思います。で、まあ、デジタル化したいんだったら、結構最近ねそこそこの値段のスキャナーでもちゃんとフィルムスキャナーがついてくるものもありますし、私が持ってるねスキャナーは実はエプソンの GT9800F っていうね、何年ぐらい前だろうな、もう10年以上前のモデルじゃないかな。それでもねそこそこ現役で使
替えたりしますんでね、振り向かないカメラしか持ってなくてデジカメ買おうやとかいう人ももう一回ちょっとね踏みとどまって振り向かカメラやってみたらいいんじゃないかなと思いますね。結構いい写真撮れますし、で、まあ、カラーで撮った場合だと、カラープリントをねお店にしてもらうとね、デジタルで撮ってデジタルプリントするよりね絶対いいです、絶対いいです。ただちょっと欠点がありますね。お店によってはね写真を現像してフィルムを現像してでそれを一旦デジタルに取り込んでからデジタルプリントするっていうお店が増えてきました。それでですねちゃんとねそのプリントしてもらう前、まあ、現像してもらう前になりますけど、プリントはデジタル出力ですかそれとも焼きですかっていうふうに確認していただくと思いますといいと思います。焼きとねそのデジタルプリント全然仕上がり違います。圧倒的にアナログの方が綺麗です。ちょっとね立体感があるようなプリントになってきます。で長持ちもしますしね、でそんなわけで、今日の動画はこの絵でいい終わると思います。ねこれねもうジャンク品でね捨てられかけてたF1 とレンズたちが見事に復活で使えるようになりました。ちょっと私もねちょっと嬉しく思ってます。実はニューF1、まあ、カナダだけどニューF1も持ってるんですけど、これ名機って言われてるようにねピント合わせはニューF1よりもしかしたらやりやすいかもしれないです。で修理も簡単に自分でできちゃったりしますし使えるカメラだと思いますね。以上です。次の動画はちょっと未定になりますけど多分ね、こいつの動画になりますね。よいしょ、こいつの動画になります。これ骨董品屋さんで500円で買ってきた、何だったっけ、オリンパスペン EE です。これねハーフサイズの、写真、まあ言うたら24枚撮りのフィルムを入れると48枚撮ります。その動画になると思いますけどいつになるか分かりません。お待ちいただけますか。頑張って今写真撮ってます。なぜ倍撮れるんでね。でこれもね実は500円で買ってきて壊れたってあるんですけど分解して自分で直しました。可愛いカメラですよ。女の子にもおすすめです。ポケットにも入っちゃいますしね、いいですよ。子供の向けてにはちょっとちっちゃいかなまあそんな感じです。では次の動画はいつになるか分かりませんけどまたご期待ください。それでは。